ヒット曲、兄弟船で知られる演歌歌手の鳥羽一郎さん。先にデビューした弟、山川豊さんとの関係性はどうだったのでしょうか。経歴とともに弟との関係について見ていきましょう。鳥羽一郎さんのプロフィール。本名、木村義平。生年月日、1952年4月25日。出身地、三重県鳥羽市。身長、170センチ。血液型、B 型。所属事務所、鳥羽音楽事務所。経歴。鳥羽一郎さんの弟は、同じく演歌歌手の山川豊さんです。二人の父親は漁師、母親は海女という漁業一家で育ちました。ギャンブル好きな父親だったため、生活は逼迫しており、自宅を借金の型にされたこともあるそうです。そんな生活を送っていた鳥羽さんは、弟や妹の学費や生活費を稼ぐために、中学卒業後、すぐに漁師となりました。5年間、遠洋漁船の船員として働き、パナマやインド洋まで数ヶ月かけてマグロやカツオを取っていました。一度漁に出ると、何ヶ月も帰れない厳しい環境で働いていた鳥羽さんは、海の上で船村徹さん作曲の別れの一本杉や涙船をよく聴いていたそうです。当時を振り返り、演歌を口ずさむと不思議と元気になれた。私にとって演歌は人生の応援歌でしたと語っています。17歳の時には2年間にわたる遠洋漁業に向かいました。この2年間はとても辛い経験だったようで、鳥羽さんは、若い時の苦労は勝手でもしろって言うけど、言い表せないくらい辛い2年間でした。でも乗り越えたらその経験が生きる自信となった。あの時の苦労に比べたら何も苦労とは感じませんと話しています。修行の末デビュー。鳥羽さんが漁師として働いている中、弟の山川さんは演歌歌手を目指し上京します。そんな弟の姿を見て、もともと歌手になりたいと思っていた鳥羽さんも歌手への思いを断ち切れずに27歳の時に上京しました。漁師時代によく聴いていた大ファンの船村さんに弟子入りし、3年間修行生活を送ります。そして1982年、30歳の時にデビューシングル「兄弟船」で歌手デビューを果たしました。漁師だったことから、潮の香りが似合う男というキャッチフレーズが付けられ、これまで演歌界ではなかった男らしい独自の路線を開拓していきます。ねじり鉢巻きに長靴という漁師の格好で歌う姿は瞬く間に注目を浴びる存在になりました。そして同年、音楽賞の新人賞を総なめにし、1985年には NHK 紅白歌合戦に初出場します。以降、2007年まで20回にわたり出場しています。また鳥羽さんは、海難維持のために80回ものチャリティー活動を行っており、この功績が評価され、紺綬褒章を7度受章しました。2006年には歌手デビュー25周年を迎え、記念シングル、母の磯笛をリリースしています。気になる兄弟の関係性。兄弟ともに日本を代表する演歌歌手である鳥羽さんと山川さん。二人の歌唱スタイルは真逆で、男らしく力強い演歌を歌う鳥羽さんに対し、弟の山川さんは、柔和で色気のある歌声が魅力的な歌手です。山川さんは、兄の鳥羽さんより1年早い1981年にデビューしました。鳥羽さんは、師匠の船村さんの自宅の庭で草むしりをしていた時に、弟の山川さんのデビュー曲がテレビから流れてくるのが聞こえ、悔しくて仕方がなかったと明かしています。山川さんのデビューシングル、函館本線は大ヒットし、その年の新人賞を総なめにしました。同年、
山川さんは日本歌謡大賞の優秀放送新人賞にノミネートされました。そんな弟の姿を生放送のテレビで見ていた鳥羽さんは、いても立ってもいられなくなり、日本武道館で制止する警備員を振り切って受賞会場に入ってしまいます。そして新人賞を受賞した山川さんと泣きながら抱擁しました。デビューシングルは売れたものの、その後は低迷期が続いた山川さんですが、同じ時期に兄の鳥羽さんは売れっ子歌手としてブレイクしていました。当時を振り返り、山川さんは、兄貴のおかげで高校に通えたので感謝している。でも歌手になってからは兄弟ということで比べられることが多かった。 NHK 紅白歌合戦にも兄貴の方が先に出場し、悔しい思いもたくさんしたと語っています。その後、兄弟2人一緒に紅白歌合戦に出場できた年もありましたが、どちらか片方しか出られない年もありました。鳥羽さんたちの母親は、出たい人がたくさんいる中で兄弟2人で出たいなんて、そんな贅沢言っちゃあかんと慰めてくれていたそうです。2005年には兄弟で紅白歌合戦に出場し、2人で海の匂いのお母さんという母親への思いを乗せた曲を披露し、最高の親孝行ができたと話しています。鳥羽さんは、弟だけど先輩の豊がいたからこんなに長く歌手を続けてこられたと語り、現在も2人で兄弟演歌コンサートを行っています。息子たちが進んだ道とは。鳥羽さんはデビュー5年後の1987年に一般女性と結婚しました。その後、2人の男の子と1人の女の子に恵まれます。1988年に生まれた長男木村隆三さんは、2012年にシンガーソングライターとしてメジャーデビューしました。隆三さんは小さい頃から周囲に、お父さんと同じ音楽の道に進むんでしょと言われることも多く、当時は反抗心もあって、絶対に音楽の道には進まないと決めていたそうです。しかし、高校生の頃にミュージシャンになりたいという思いが出てきて、音楽を学べる高校に再入学します。そして17歳の時にプロデューサーと共に事務所を立ち上げました。隆三さんは歌手活動だけでなく、作曲家としても活動していて、父親の鳥羽さんの曲も作曲しています。2014年に初めての親子共演であるバンカをリリースしました。鳥羽さんが隆三さんにこの詩に曲をつけてくれとさらっと頼み、なんとなく作曲したものだそうです。2019年には隆三さんが作曲した十石峠をリリースしています。次男の木村哲司さんも音楽の道に進みました。哲司さんは幼少期から演歌や歌謡曲が好きで、高校時代からステージに立ち始めます。歌謡コンテストにも出場し、優勝経験もあるそうです。大学卒業後、ソロで演歌歌手を目指していましたが、演歌では父親に勝てないと悟り、演歌歌手になることを諦め、演歌以外なら父親に勝てるかもしれないと兄弟デュオを結成しました。そして2016年に隆三さんと哲司さんはアコースティック兄弟デュオ隆哲日記としてデビューしました。鳥羽さんは兄弟デュオ結成について何も知らされていなかったそうで、俺には相談はなかったと明かしています。鳥羽さんは歌手デビューする前は家族のためにとても苦労されたようですね。弟の山川豊さんと二人で切磋琢磨しながら頑張ってきたのだと思います。これからも演歌界を代表する歌手として活躍し続けてほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか。また兄弟で歌う姿が見たいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。